フドバルスキクルブチュカリチュキは、セルビアのベオグラードのチュカリツァをホームタウンとするサッカークラブ。2016から17シーズンは、セルビアスーペールリーガに所属。1926年7月4日、カフェ、マイドンでチュカリチュキスポーツクラブとして創設された。クラブカラーは、黒と白であり、初代会長には、セルビア人発の飛行機操縦士として知られているミロシュ、イリッチが就任した。 2010から11シーズンは、セルビアスーペルリーガで最下位に終わり、セルビアプルバリーガに降格した。2011年11月18日、クラブは破産し、2012年4月17日、セルビア企業エイドックのオーナーであるドラガン、オブラドビッチに買収された。2013から14シーズンのスーペルリーガは、過去最高の5位で終えた。欧州カップ戦出場圏外だったが、 優勝したレッドスターベオグラードが UEFA クラブライセンシングファイナンシャルフェアプレーの規則違反で欧州カップ戦参加資格を剥奪されたため繰り上げで UEFA インターとト,トカップ1997以来の欧州カップ戦となる UEFA ヨーロッパリーグ2014から15出場権を獲得した2015年セルビアカップで初優勝し クラブ創設から89年を経て初タイトルを獲得した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。